はい、それではですね、実況が麻生さんに代わり坂井になります。ちょっと麻生さん交通事故の被害に遭う方は、はい、今から4回戦最終戦ですね、はい、始めたいと思います。もうちーちゃから言っていけばいいんですかね。大丈夫です。ちーちゃ友添さん、はい、ちーちゃが友添さん、はい、で、なんちゃが角谷さん、うん、でしゃーちゃが西村さんで、ぺーちゃが田之内さんとなっております。はい、はい、じゃあ早速いきますか。はい、ね、いきましょう。はい、男だらけ、そう、花がないドキドキ男だらけのせ、始まりまして、ドラが、ウソですね。そうです、はい、実況初めて、初めてですね。なんか練習ですよ。いや本当に、ね、うん、あんま実況やったことない。違いがよく分かってないっていう実況解説一人でやさぴんみたいなことはたまにありますけ ど実況専門みたいなことやったことはほとんどない今回どうですかね。ハイパイ良さそうなのが誰だ。良さそうなのがそこまで友添さん一メンツ、角谷くん、まあ、あんまり行きなさそうな、うん、そんなに良くないね。そうですね、角谷くんが動きそうじゃない、初出たら。そうですね、これお、いい受けができました。なんか単品になったら動きたくないね、逆にね、うん、嘘とか引いて、はい、ちゃんと3色目なんじゃない。田之内くんですね、うん、はい、これ座る場所が変わるだけでなんか画面の見方変わりますねああさっきはね、そう、さっき一番右にいてて、うん、今一番左にいてるんですよ。一挙席の左側、今のところ今日の勝ち頭は誰になってるんですかね。西村くんじゃない、西村くん2勝してるし、うーん、友添さんがさっきは4着でしょ、はいはいはい、うん、ちょっと解けましたか、勝った分。まあでもトップでかかったからね、はい、あれ100ポイントあったから。お、いいシャンテン。角谷くんがだいぶ減らしたのかな、さっき3着、うんうん、西村さんがプラスにいってますね。いってるね。田之内くんと角谷くんが今日はちょっと減ったんで、うん、まあでも早めにプラスに行っときたいよね。やっぱ先行しとかないときついじゃん、はい、ね、きついです。アサピンね、辛いです今言うて5分の2終わりますもん。あ、4.5分の2ぐらい終わるんですか。 4.5分の2、まあまあ18っていうことですけど、結構苦しいですね、もう今マイナス背負ってると。やっぱりちょっと普段より押し気味になったりする。まあそろそろ次ぐらいかっていう感じにはなるんじゃないですか ね、はい、そこでやっぱりうまくいくときもあれば怪我するときも、うん、まあ、怪我する確率 もう上がるもんね、その辺ね、はい、お、8? 9? 頭あるからね、うん、まあ、ドラ受けがあるんでとりあえずそう、はい、そっかそっか、ヘイじゃなくていいの。うん、そうですね、まあ、一通変化は見なかったですね、完全安排持って、はい、ちゃんと変化って思ってしまったんですけど、そんなことないですか。ちゃんとはほとんどないと思う。ペイ重なってローマン行って入り目次第みたいな。でもその時スーツ着なきゃいけないでしょ。うん、あ、そうそうそう、なのでそのタイミングでスーツ行ってしまうかなと思ったけど、そうドラウソやったんでないなみたいな、うん、言われて気づきましたさあこれは、西島さんも頭探しですからね今。さてこれはまあ一応引っ張りますか。ウーワンがションパイ。パーマン何枚ですよ、1枚これ、うん、まあさすがにペイ。9ピン引いたらどっちにするの。9ピン引いたらどうするんですかね。なんかローワン切りじゃない、ごめんなさい、9ワンゲリーチしそうなイメージですけど、結局まあ上がれそうなのっていうのが8、うん、9万切りっていうのも、まあ打点が結構、はい、変わるんで。うん、これで田之内くん昇降したのって友添さんがもうそろそろ来そうって思ってるんですよね、多分ペイ切り昇降してるってことは、うん、安牌持っときたいみたいな。あ、来ましたね、西村さんがいいスーピンの述べたん、はい、あー、はい、あとこれでローワン切りで追っかけますね、うん、はい、はい、西村さんがイースーピンの延べたんで、田之内くんがおーおー、イースチソー、
田の内くんがウーパーマンで、友達さんがイースーチーソー、全員ピンクついてるのかな。いや、ああ、述べたんですね、西村さんが述べたんですね。さて、まあ、一気にいいんですよね、さすがに。さすがに、お、さすがに考え見せてくれるのか。考えてるけどリャンピンでしょう。タイヤを 3色ないないないね。そうですね。あーあと黒これでしょ。おん、あ、これか、うん、西村さんのあたりか裏、はい、はい、西村さんが、2600の出上がりリーチ裏市の上がりですね、うん、はい。ただ2600は4600の収入となり、3班の価値がありましたね、うん、それ以上にめくり合いに勝ったのが大きい。友添さんは入り目なのにって思ってます。いいそう、ね、なんか結構上がりそうだもんね。そうですね、で3枚見えてて、まあ、みんな待ちよかったですね今は、うんうん、さあトン2曲で親、角谷さんで、ドラウーピンとなってます。さてさて、田内、そうですね、今はシャーチャーの田内さんの手配が映ってます。誰かしっくり、あんまり良くないねみんな。そうですね、はい、うん、あでも西村君がちょっと、そうですね、なんちゃで、なんはもう見送ってる、見送ってるね、はいはいはい、この辺のバランスなんですよ、好きなの西村さんの。なんかでもいろいろやってくれるね。そうなんですよ、うん、結構自在というか頭柔らかいんだろうな、うん、で、そう、角谷さんがシャーチャでシャーを今統一にしましたね。で、場には1枚ちょっと角谷くん仕掛けて友添くんに対応見たいんだけど頼むしにはならないのかなと。トモムシ、トモムシ大体無視しそうですけどね。するかな、する親だよ一応。もうなんかしなさそうな気はしますけどね。あんまりちょっと対応してくれない感じ。そう、だからまあその仕掛けられた瞬間はやっぱりほとんど無視した方がいいと思うんですけど、うん、仕掛けられてしばらく時間経ってちょっとそっからですね、育ってるケースもあるから、うん、育った後にどうするか。さあ西村さんがチューンを統一にしています。でチューンは場には0枚です。本一に渡るのかなみたいな感じになるんですかね。これ渡ります、うーん、何チューンでしょう。チューンも1枚出てる、ドラウピンか、チューン2枚出てますね。2枚か、じゃあもう無理だ、本当だ。場に0枚って言いましたよ、場に2枚出てましたね、うん、完全チュンチュンだね。もう本一は無理で、もう一度無理ですね、ちょっと砂漠としても怖いことない？これチューンをヘッドに、うん、チートイツだったらここでいいシャンテンでしたが、さっき3万かローピンポン、うん、どう見えるんでしょうね。タイヤ1枚家のトン、トン、タイヤも見えます。角谷さんの仕掛け分かんない考えない方がいいかもしれない。あ、考えない、これ感じろみたいな、決めつけると痛い目合うかもしれないからね、うん、現状役ないですからね本人ですらどの役になるか分かってないかもしれない。さあこの1枚家のトンをみんな切らない、これは結構後かさなり警戒してますね。ああ、そっか、友添さんが同窓地、うん、うん、僕角谷さんもシャーチャって言ったら、まあ、うまくいけば単位は変化ありますけど、まあ、本線は天敗、うん、本線は天敗って上がり役みたいだよね。お、そこの数層地位して田の内も前に出ます。これ面白いですね、全員なんか決して天敗みたいな誰も、ま、ありえますよね、全員誰もまともに上がれる手になってないという。西村君がまだ一緒ね頑張ってるよ、ほらだって数万とか引けばまあまあ上がれそうな形になるじゃん。なんポンだよ、あれ、あ、するよね、広告いただいてる、あれしなかった、しなかったですね、西村さん何ポン、あれ現状はもうくっつきシャンテンですからね、
つきのんくっつきの、あ、違う、ごめんなさい、くっつきじゃんじゃない、ヤンシャンテンか、雀刀がないんですね。あ、うん、しかもトンを打たない。トン嫌なんだね。角谷さんの仕掛けが対応されている。やっぱ親だからじゃないの、ブランド豪華だよ。でドラってますしね。んドラ、あれ、あ、ウーピンか、ごめんなさい、僕、うん、めっちゃ落ちて緊張してますね、僕ドラ嘘と思ってましたからね今あ、会社が違ったよあ、でもこれでもダメか、ダメだね、頭ないもんね。あ、もうやっぱりやめるんだ。で誰がテンパれんのこれ一応角谷君はね、なんかすごい、西村さんも折り気味、田之内君ももう間に合わない。不思議な、さすがに不思議な曲です。暗闇のチャンバラだよね、うん、そう誰が暗闇のチャンバラどこら辺にいるんだろうみたいなおドアを重ねた、まさかの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 トイトイドハさん、何個もあるかもしれないよ。いや、ウーピンここでしょ、パーピンバニーゼロマイ。いや、ウーピン生きてるじゃん。え、パーピンも生きてる。うん、生きてる生きてる。テンパイするんじゃないこれ。え、パーパンも生きてる、生きてる。おお、6000オールあるよ。出るか出るか。え、まさかの、さすがに出上がりはね、ないだろうけど。うん、まあこれ3番ですよねきっと。あ、 E1? あれ E1 が E1 を切るとシャンテンキープできないんですけどね、うん、トン切る気一切ないってこと。いや、仕掛けられたくないんじゃないの。まあまあまあ、でも今通った3番切ると一応、うわー、うわー、出たー、角谷マジック3番子付き、すげー。え、いやー、これでもさ、イーマン3万って出しでしょ。え、6000オールか、6000オール、6000オール、トイトイさんとドラさん。いやー、あ、そうか、トイトイさん。いやー、角谷さんが6000オール上がりました。いやー、これが角谷だみたいないやー、でも今のはなんかあれですね、みんなちょっとトンを打ってれば買わせたような手の人がいっぱいいただけに、結構上がらしちゃった感じ、上がらしちゃった感はありますよね。いや、もうこれ1日に1回これあるだけでもうなんかご飯いけますね。まあ確かにね、ちょっとある意味警戒しすぎちゃった感はね、はい、うん、まあ、そんなターンのタンヤオじゃないだろうっていうふうには見えると思うんで、うん、まあまあトン気持ち悪いとは思うんですけど、うんうん、すごいですね、ポンのなんか一声だけで3人を黙らせるっていう、すごいな。まあでもほら結構無視されてる、うん、そう、そのまま押し切っちゃって、はい、ここまであの不発だったのがね、たまにある成功感みたいな感じなんでしょうかね、うんうん、これは今のも無視できてると、まあなんか結構西村さんとか上がってそうだったんで、うん、友添さんドラ重なったからあれか、チートに行くのかな。第一のスーピン、ああ、うん、うん、まあ、これもなんか普通にメンツ手の可能性を残しましたね。いい、まあ、チート、うん、チューンでこれでポンしか、はい、うん、でこれで9層かな、何射9層あたり、はい、なあれ、一層からでもポンしてるかな。いや、してないと思いますね。一層しない、はい、チューンが2枚目のチューンから出たから泣きましたけど、いそからは多分いってないと思いますけどね。なるほどね。さあ、ここから長い手作りの旅が、うん、まあまあかなり形は上がれそうですけどね。3番といつはまあともかくいそはそこそこ泣けそうですし、ローワンにくっつけてペン3ピンなんとかなればみたいな。さあ、これでいそポン、仮にこういう時に3万出たらどうするの、ポンする、ポンですね、それはやっぱり、はい、スルーするよりポンした方が、まあ他の人が上がりにくくなることを含めて上がり、あの総合的に自分も上がれると思いますし、打点も上がるし、単純にあの絵を合わせるのは難しくなるけど、他の人が上がらなくなるから、上がりにくくなるからっていうこと。そうですね、
さあ、イーシャンテン、角谷さんがイーシャンテンです。この形、今の友達さん両面にありましたけど、この形からでもドアをポンした方がいいと思います。ほー、うん、あのイーピンリャッピンがさすがに両面だったら泣かない方がいいかなとは思いますけど。なるほどね。でもそれでも泣いても全然おかしくない。おかしくない。3ピン合わせ打つと無理か、合わせはないか。友蔵君のハイパイ見たら、うん、あんな手が上がれちゃうんだねっていうことになりかねないよね、うん、これね。びっくりですよね。あとタイムシュートびっくりですよね。おペンパイペン3ピン場には2枚、うん、ペン3ピン待ちってどう想像。さあ角谷さん闇点取りましたね。変化待ち、うん、真ん中シャンポン。はい、3ピン自体は山に1枚になるのかな。1枚1枚ですね、うん、さあ押し返せそうな人がそんな角谷さんが今これでもう点立ってますね。おお、そうだ、落ちた。うわー、俺のタイムが、うんうん、700は800オールです。リーチで良かった気もしますけどね。これやっぱドラ引きとかがあったからね。まあ、ただドラ引きはあるんですけども、ドラ引きだけぐらいですかね。あとチーピンも一応あったかな、うん、友添さん、うん、友添さんがまあ結構ちゃんた系の手組みじゃないですかね、うん、もう国士っぽいとこからの変形っぽいんで、うんうん、まあ、ドラトイスで持ってるかどうかは分かんないですけど、まあ、持ってたら手配変化ないし、どの道内側の配膳も切るんで、友越さんを、うんうんうん、押してくるなら、じゃあ行っちゃってもいいのかなっていう、うん、持ってないし持ってきてって、まあ押すんだったら切るしみたいな。お、楽しくのハイパイはいいよ。さあトン2局、日本馬ドラは2ピンです。あ、圧勝じゃないハイパイ、楽しくんが。 おこれですか。そうでもないか。なんかいや、ここまではいいけど、苦労はしそうですね。こっからさっき一メンツつくのがまあまあしんどいかな。この時間帯に男だっけ。確かにこの時間帯一番ね見てる人数が多いはずなのに。8時、麻生さんがコメントはしてくれるんで。角谷さんが面前でリーチせずに上がった曲ってありましたって。今の曲、今の曲以外でどうかな。なんかで年間10ピンでもリーチってたからね。そうそう。ドラが9ピンとはいえ。お、このドラのペンちゃん外しに行く。ドラペンちゃん外れましたね。ペンカンパーワンじゃなくて、でこれを泣くんですよ西村さんが。さあ両面のE ピンを、E ピンを C、C、三枚目の E ピンですね。うん、さあ、リャンパーマンと、もうやピン切るか。まあ、これ西村さんは本一の変化で泣いてるだけなんで、別にまあまあ全然自然な、うん、E ピン入ってた、四枚目みたいな。まあ友蔵さん E シャンテンじゃなかったですか？まあ、リャンシャンテン、ね、ですね。まあでも形は相当いいよね。そうですね、うん、3色もあるし、急走も引いた。あら、これでいいシャンテンです。急走は引いてほしくないな。パーマン引きたかったな、パーマン。あ、で西村さんが本一にもう完全に行きましたね。ちょっと、あ、まあ、おさあどこだ。チーソー良さそう。どうかな。西村さんがピンズしてるんですよね。ああ、そっか。結構色に対応するんだね。はい、当然そういう選択ってなんか多いような気がするな、うん、まあスチソーはそんなに悪くないですからね、見た感じは、ね、うん、実際は悪くない。悪くないね。実際は悪くない。あ、でも角谷君はチーソー2枚か。まあそれだけですよね、うんうん、そしてこのパーピーは泣かない。西村さん泣かないですよ。なんか泣く人もいてそうな気はしますが、チーピンも泣かない。
おおすごいな。なんで守備泣かないの。形ができるまではっていうこと泣かない。あ、リーチった。さあ、友添さんがスーチーマンのリーチ、リーチピン風ですね。高めがイーペーコという形です。よいしょ。あ、でもこっちの方が良かったね、残って、うん、さあ、スーソーはハイメ。結局、田内君は苦労して苦労してるね。苦労して苦労してさあ、いくか。まあ、パーピンはリーチには通ってる。はい。残り山に2、4。パーピンか。3枚3枚しかないの。あ、意外。スーチーマンが場に2枚出てて、手配構成で使われてるのが3枚。ああ、じゃあ3枚。3枚、うん。どうするよ。3ピン嘘中筋か。これでパーピン4枚目で9ピンと、うん、追いついてきた。ようやっとローソーにくっつけば当たった。当たった当たった。ギャンパーギャンパーは乗っかけに集中でましたね。全然にパーソー通ってなければ多分3ピンいってたんでしょうけどね。つらい。ああ、そっか、通っちゃったから中筋に終えるようになったからね。そういうことか。さ、田之内くんはキルハイが安牌比較で9番ですかね。数番は通っていない。もう一回嘘か、これで渋で。それか3番、まあ完全に安全に行くのは3番とかいう手もありますが、マンズ切らなくていい作戦。ちょっとだけ3色とか考えてるんですかね。ちょっとだけ。もう一回嘘じゃダメ。普通はもう一回嘘ですけどね。3番切るとちょっとだけ3色の目が残りつつ、マンズに手をかけなくて済むという3番。ああ、そういうことか。ゴロチね。うん、あんまりゴロチ上がれるイメージはないでしょうけどね。スーソーローソーでもいいんだもんね、はい。さあ、ここですね。さあ、西村さんがなぜかイーシャンテン。でもハクション牌。おドラか。テン牌ですが、どうだ。切りましたね。三ピンが。三ピン。三切れ。三切れ。今指差し確認しました。三ピンの多分。で、中筋のなったウーピン。うん、まあさすがに無理だね、もう。そうですね、西村さんはもう厳しい。キューピンは通ってます。おっと、おっ と, おっと、一発ハイテ狙い。チーした。チーで、これはチーだな。チーで何、チーで田の内に嘘は危ないんで、どうしようっていう。チーソー、チーソーは筋か。筋で、そうか、で、カンローソーか。うん、あ、なんか総合的にチーソーの方が良さそうな気がしますけどね。うん、はい、はい。おー、全部取れた。ローソーがなんとなんと1枚。1枚場に出てなければ、あ、出てるからです。はい、流局。流局。1枚引けなかったね。この田内くんのリーチって2茶を取りに行くんじゃなくてトップ目指してますよね。まあ、そのリーチですよね。まあ、まだそんな何巡目というか、何巡目じゃないや、あの曲じゃないんで、はい、普通に行ってますよね。リスキーな、リスキーなリーチですけども、でも1回だけだからね。はい、そこら辺もあるんじゃない。その1回で自分の当たり牌持ってくるか、相手の当たり牌持ってくるかは、むしろ自分の待ち悪い分、当たりの相手の方が多いですからね。
まあ、ただまあ相手の一発補充の抽選もありますけど。うん、誰だ、今良かったんじゃない？さ、トン2局3本番になりまして、ドラはローワンですね。友添さんがまずまずで、角谷君、あ、仕掛けた。お、西村さんが9層のポン、ちゃんたの純ちゃんイーシャンテン。いいっていうほどでもなかったか、角谷君はね。長卓2本3本馬につき仕掛けた感じですかね、これは。純ちゃんのみで、ちょっともったいない感じのポンですけど。お、リアピンでもが来なくなっちゃったよ、9層、9勝が。これどうする？滑りましたね。ピンって。トムザイさんもでもこれ、あそこまで行ったらもう動いて、そうですね、まあ動いて上がることも考えてると思いますし、ね、ピンズの上伸びればメンズ手でかなり、こういうやつですね、これなら面前でも仕掛けでもっていう感じの。うん、よくなってきたよ。まあ基本的には小さうそうですが、基本的。朝ピンさん、友添さんの立場だったら何仕掛けます？ローピン、これです。ローピン発、ローピンは缶ローピンで鳴くんですか？いや、もう素直に、あーと、ごめんなさい、缶ローピンで鳴きますね。缶、ローピンですね。あー、でもこうなっちゃった、うん、もうこうなったら素直に一通と、で別にポンテンも取るでしょ。そうですね、うん、このウーピンからいったのは西村さんを見てサブローピンの方が強いって、まあ多分そういうことだと思いますけども、サブドーピンの方が強いことはないんですけどね、その相手があのピンズの下とピンズの上とどっち持ってるか分かんなくて、うん、これなんか手順的になんかチーピン多くなりそうじゃないですか、うん、どっちも毒はかぶってて、うん、まあ本命は毒なんですけど、3と9どっちが拾いやすいかってなると別に、でもドーピン薄くなっちゃったね、うん、そう、これは田の内が伸びてきた、ね、かなりいい手。白体さんもいいシャンテンですね。これ厳しいな、リャンピンラインポンできると、お、両面両面になります。それとったし、まあ川的に数ワンですかね。たうーん、まあこれで白体さんからリーチ来たら寒いんですけど、非常に、いやサブロスママ薄いもんね、見た目。さて来ました、友添さんがサブローピン、ローピンだと高め1通なんですが、これが、あ、これが寒い田の内。まあどっちにしろビャンゾーも寒かったですけど、友添さんにペーは自分で切ってる一枚切れ、完全安牌はパーワンか、現物の筋ってことね。さあこれを地位して地位点取りますね。さすがにこれは見合いますか。うん、それが当たり、リーターンオラウダ、うーん、厳しい。うん、はい、角谷さんが田内くんから7700は8600、いや、小山じゃない、リーターンドラドラ、そうですね、あ、ドラドラですか、はい、ごめんなさいごめんなさい、1万2000は12900、うん、分かりました。いや、今の飛び落としの選択もね、もうしょうがないんですよね、多少角谷さんには数番の方が危ないんですけど、友添さんと西村さんにはリャンゾーの方が危なくて、全員手配進行的には似たようなものだったん で、リャンゾー今当たることもありますからね、西村さんに。うん、こうなるとやっぱり数番数番になりがちなんですけど。さあトン2局4本馬になってます、ドラは E ピンです。ドラ6万点いっちゃったね、来ましたね。来ましたね、ジャンオーが今回ね、ために貯めてた、やっぱあの6戦オールがすごかったよね、すごかったっす、はい、あんなのもう4人テンプ、4人脳天で普通にトン3局1本になると思ってたそうそうそう何とんでもない、まさかの伸びました ね、残り3回ぐらい全部有効杯でしたっけ誰かが吹き上がる、思いっきり吹き上がるハンチャンが、確かにそうですね。
6000オンの曲もパーピンニャマーでウーピン1マーできっちりウーピンの方をつま上がってどっちも一緒ですよ。そうどっちも伊達に一緒やけどさすがやなみたいな。お今回はいい友添チャンス。アサフィンさんもうこういう時ってもう2着でいいやってだいぶ思います。もうトンに行くのも相当思いますさすがに思いますね。コムロボ出そう。確かにコムロボ出そう。 その2着でいいやとトップ取りたい時の打敗がそもそもそこまで変わるっていう意識は僕はあんまりないんですけど、無理をしたらトップを取りやすくなるかっていうもんでもないと思うんです。あそれは思いますね。みんな結構言うんですけど、まあ大出しとかは別ですけどね。その大出しとか出す前になって点数条件ついてくるのは別ですけど、だからまあ自然に2着でも2着を目指すというか、まあなんか点数増やしてより良くなるようにしてればトップの目も出てくるしみたいな。ドラだけど知らん。知らない。いやー西野君厳しそう。タノウチが少し空チートイのイシャンテンでした。そうだねそうだね。で IP が2枚出ちゃった。さあこれはおパーピン切り。ピンフ映りますしね。しょ。さ。いやー全然動かないからね。うん。例えばね。さあここは仕掛けたところでさ。まあ結構薄いんですよ。そうか、はい、そうかそうかそうか。で変速三面じゃもう全然嬉しくない。急ピン休みになっちゃいますし。でまあ渋々ですね。これも。まあ、ソーズの下が結構今の段階で安いだけにこれ以上でアウンスを打たれると自分の流れが厳しくなるっていうのもあるかもしれないですね。勝った頃には枯れちゃってますみたいなね、はいはい、あるね。角谷さんも仕掛けましたね。今現段階では役なしの振り点のカンパソです。あ、役ができました。ヤンワンとスーソさあこの急走を地位で西間さんは K 点に向かいますね。とりあえず2枚ゲーのいいピン集めました。いや結構泣けないんですよね、ああいうのね。だから別にこれだと野添さんはもう親を流そうとかそんな意識は全然なくて、普通に自然になんか曲収集的なイメージで打ってると思いますよ。あ、コムロボーが出ました。さあ、300、500は700、900です。友添さんが上がりました。この親落としたいから泣いたとかいうふうに思う人もいるかもしれないけど、多分友添さんはそんなことは全然考えてないと思います。薄くなったし、はい、もう泣かないとっていう、ね、この曲をよりよく、まあ、この曲この半ちゃんをよりよくっていう感じですよね。なんか結構削られてたから余計意地張っちゃって動けないことが多いような気がするんですよね、うん、はい。まあ、そういうのは良くないと友添さんも結構常々言ってるんで。さあトーン3曲になりました。ドラー9ピンです。親は西村です。西村さんですね。大丈夫ですよ、実況だから別に。あ、そう、なんかもう普段ね、呼び捨てしてないんでやっぱ違和感あるんですよね。3つけちゃうみたいな。お、楽しい。ドラドラ、あ、違うな、9ピンだった。ドラ表がパーピンだからね。あそこの画面に出てるドラっていう文字があれ、いいピンかなと思って。がチートイツも見えそうだ。角谷君もいいんじゃない、うん、これまずまずいいです ねこれ呼び捨てるのかよ。あ、チートイツ点になってさあどうする。とりあえずメンツ手とで天秤にかけましたね。まあ、スーソーウソを並べるとうさんくさくなっちゃうんですよね。それでスーソーちょっと切りづらいんですけど、だからといって3ピン切ってっていうのは抵抗がある。まだどう転ぶか分かんないから、はい、一応
両手に見かけとくのかな、うん、本当は決めちゃった方がね、チート率だけ考えれば上がりやすいし、はい、いい牌も残せるんだけど、捨て牌のトーンとか気にします？彼女は相当気にしてますね。うーん、だからこれで数層を並べて、その後なんか切ってのチートリージとかは極力嫌がると思いますね、うん、まあ、あの手で本当にチート決めるってなったら、数層層もどっちが重なってくれって祈りながらやるしかないんですけど、基本は。うーん、ちょっとでもね、重なりがそんなに望めるかどうかって、うん、はい、ちょっと分かんないと部分だもんね、あの辺は。まあ、川野というか、あの順目が早いうちはもう本当に人の手配なんて全く分からないんで、うん、それはもう運試しみたいになっちゃうんですけど、うん、出たやつ切っとく、こう機械的に切っとく方がね、うん、正しかったりもするんで、ね、メンツになりましたね、うん、これでドラなんかメンツででもチートイでもテンパってたような一回みたいな顔になってますけど。いや、やっとまとまってきた。なんかしっくりこないね、つもね。そうですね、うん、どうだ、ちょっとだけ3個石縦横入り混じってる感じだよね、つもがね。みんなブクブクですね。ブクブクだけど入らない。もう三色意識。お、さあ西村さんは経典に向かいました。これこっから経典なんですね。へえ、うん、親出しからってもあるのかね。まあもうまだ乱射点でしたからね、そういうことも相当意識してると思いますけど、これ泣かないと結構テンパイしないって。おー、すごいな。まあドラが9ピンなだけに安感はないですけど、一応まあ上がれる形にはなってるだろうなってみんなは思うと思うんで、タイヤオハイはまあまあ無視はできないでしょうね。うん、でも1500濃厚だよ ね、はい、もうどう見ても1500なんですけど、ね、お上がれる形になった。フリーテンのサブロ9番。でも上がるかどうかはちょっと、まあ、ただこの9番はあのなんていうか軽点だったっていうよりはどっちかというとみんなの安牌として持ったように見えるんで、あのね、切り順的にも、うん、一番最後に出てきた牌が一番安全なんで、まあまあそんなに舐められないですね、あの9番出てきても。友添さんすごい言いそうな気ましたね。おお、詰まった。おお、上がれたよ。バカな。500オール。もうちょっと順目深かったら上がらない選択肢もあったのかな。でもまあ他の人テンパってるかテンパってないか分かんないぐらいだったら上がると思いますよ、やっぱり。まあもうかなり人にテンパイだなって思ったら上がらないですけど、昨日松井さん上がりませんでしたね、うん、なんか全員降りてからね。そう、全員降りてから全員降りじゃないとあんま美味しくないのかな。そうですね、500コールと一緒だもんね。それは美味しくないです、うん、てかまああのなんだろう、確定流局ならまだいいですけど、他の人が上がっちゃう可能性あるんだったら、うん、さあトーン3局の一本場となりまして、ドラは数層です。親は、西村さん継続中。軽くはない。4ドイツ3ドイツか。西村さんも上がる気は全くなかったでしょうけど、今の仕掛け、うん、上がれる気は。田之内くんインシャンテンじゃないですか。お、うん、よかったね、かなりよかった。シャーリューシャンポンが見える、うん、うんうん、田之内さんもいいよね。いいですね、うん。あら7、8、9。いやでもな、数層の受けあるからって言ってもなかなかあの9層は残せないですよね。そうですね、パーソー引いて数層引いたらとかで、うん、まあターズ振り替え一応あるんですけど、ドアの振り替え自体はできますからね、うん、なかなか。お、順調に育ってきてんじゃない。
お、ぶつかりそうですね、うん、ねえ、風呂入ってる間に田之内は1万2000を補充しましたね。お、風呂の中が進んできた。お風呂の中で見ればいいじゃないですか。さあ仕掛けてイースピン転廃。イーピンがいいのかな。イーピン相当いいよね。いいですね。うん。イーピン山さん。しかも切りそうみんな。大体。スーピンが山にですね。ああ埋まったけど。まあ友達さんも出るだろうしね。おおね。お全員がシャンテンくっつき、まあ、くっつきだね。くっつきですね。田之内くんが天敗でそれ以外の3人全員いいシャンテンですね。しかもあ友達さんが違うのか。これでいいシャンテンになりましたね。これでいいシャンテン。急走が、うん、2枚飛びか。3枚急走パスを、うん、クイタンプラス、まあ、ピンズの変化。ピンズでしたっけ、うん、マンズか、うん、ごめんなさい、うん、マンズピンズの変化。そっか、別にあんまり引いてもいいだもんね、あの人だし、はい。パーソーって角谷さんはウーマンとローソーのくっつき。嫌な範囲に持ってきたな、三蔵。あ、表示範囲か。さあ、これで仕掛けてサブソー。これはやばいんじゃない。西村君、西村さんの三蔵が、ね、普通かな。でも仕掛け2人にはまあまあきつい筋だよね、サブロストって。これで出ますね。あ、うん、高い方、高い方、うん、高い方。いや、あの田之内だったら安かったのにな。あ、なるほど。そういう意味です。うん、はい。友添さんが3900、4200は上がりました。タンヤをドラドラでトン4曲になります。先切りは厳しいですけどね、今の三蔵の先切りは厳しいですけど、うん、トン4曲、うん、親は田之内くんでドラは言いそうです。友添さん仕掛けた時点で三蔵と心中かな。難しいな今。お、なんか一通が G1 以外できてる、うん、ノーテンマップもあるからそんな簡単にねベタッと抜きたくないよね、はい、うん、やっぱり親番だし。田之内単体でも結構三蔵今の当たりそうなんですけど、ね、はい、だからさっきでは結構厳しいんですけど。おお、わあ、ずるい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 。チーワンがあれば、いや500点なんだからいいじゃん、たまにはね。たまには今日は薬味だよ。彼は4000ほどぐらいなら許そう許そう。頼む。田之内くん の、 あの親の人が大事でとん切りするのめちゃめちゃ嫌なんですよ。あのうわーみたいな、来るやんみたいな、絶対来るやんみたいな。まあまあ怖いですよね。そう、特に競技ルールで、うん、そうね、レアハンだもんね。普通に整ってるって見るべきだよね。しかしワンコイン田之内ってありますよ。500点500点。いやー張らない。いやーこれもどかしいな。早くリーチして押さえつけたいですよね、うん、これも6巡目ぐらい6巡ぐらいかな。 5巡目6巡目ってとこですね。4面ちゃんで 12% ん ?4 合ってます。ああ、その天敗までってことですか。2面2つない。え、あ、そっか、フリテンか。キューピン、ちょ、大体チーピンもある。大体6巡ってやつじゃない、うん、え、計算方法ってなんか種類かけ 3% かけその 順目がかけて100になるぐらいの感覚でいいんですよね、計算方法って。まあよくわかんないっす。え、なんか5種類やったらかけ3して15%ででそれが一番100に近づくんが6から7なんで6、7順みたいな計算方法。多分 3% ではないですけど、ね、自分の手配に使ってる配があるんで。そうですね、計算しやすいのが。お、お、お、来ました。何が嬉しい。あ、あった。
買った6巡ぐらい買って貼りました。血が残っちゃった。マンズはまあまあ安いけど数万も切ってるけどどうだろうね。西村くんがここまで来たら、うん、まあ、そうですね。西村さんはデスコで、あ、これでこれですよ。まあでもローソーチーソー泣けるもん、泣けるっていうか現物だし、ね、でトンがあの バニ2枚握れでしたね。握れでしたね。そうかそうか。パスを出たけどなんか買っちゃうんだみたいなね、思うよね。パーソー出たって、まあそっか、ローソーチーソーが早いから切りやすかったのか。あれドラが言いそうだよ。スーソーゲームあーっと、ん、いい装備きました。スーソーゲームだけどね、はい、 うん、役付きの補充したところ、はい、まあ、イペイコもあるし、うん、結構単位だし、リャンペイコもあるし、ね、チートイもあります。ドラのいい装備見てさすがにちょっと回ろうかなみたいな、うん、まあ友野さん、うん、劇的な敗は押してないですけど行ってるんで、うん、間もなくリーチ来ても全然おかしくないなっていう。さあこれでサブドッソー、まあ現物だけど出るパイじゃないね。もうこうなるとチーソーは現物か。あれ押してるよね。サブドッソーも出る。サブドッソーも出るんじゃないですか、あの雰囲気だとね。まあまだ押してないですからね西村さんが。あ、そっかそっか、きついの打ってないんだ。うん、さあここに来てチーマンが残り山に1枚になりましたね。かでもでも 出るかもね。あーチーマンが出ました。うん、大山、おー帰ってきたよ最初の大山。おー、はい、乾杯なしなし。角谷さんから田野地区に1万2000の報酬となって、一本場ですね。トン4局の一本場です。よいしょ。489万だった角谷君、うん、これ難波の親でね詰めていくこともできそうなぐらいだよね、はい、うん、なんか一歩間違えるとって感じはしますけど、ね、ドラは9万となっております。さてダブトンのポン、おお、そっか、友達さんが第一来たのね。うん、親でハイパインダブトントイツがある時点でずるいですよね。ずるい。何かあれ？ずるいずるいが嫌い？いや多分活躍したらちょっと嫉妬する感じなんですか。いやだけどいつも対局終わったら田之内君朝ピンとこ寄ってってなんかあった？なんかあったです。なんか兄弟みたいに仲いいですよね。覚えてねえよ。それ言わないんだ。いや言ってます。あんま興味なかったっつって。お前だけ見てるわけじゃねえんだみたいな、すぐ忘れるんで。それ言うとシャボーンってする。おお、うわあずるい。不正アンチが。でもドラないんやで。だから休みやで許したらいいんや。1万2000は許すって言いましたけど、そっからは。もう一回上がったからいいでしょみたいな。あ、ずるいな。三面ちゃん、両面の。お。チート率のイーシャンテンですね。ちょっとね、うん、チート率だ、だチート率っていうわけでもないのか。まだ単品2ペイコーとかリャンペイコーの本は見てるもんね。あれそうですね、リャンウーソーの引きで、うんうん、西村さん受けましたね。もういやダブトンだもん、うん、ダブトンポンの神茶につき、あドラ引いた。ちょっと行きづらいね、こんだけ余りパイがあって、うん、まあまあこういうところドラ1枚ありましたが、ここはおスルーチーソースルーした。いや、入ってる、うん、あれもうイーソーが入ってますね。すみません、うん、びっくりした。テンパイ取らずだと思った、病気かと思いました。言い方いや、なんかあのうまくローソー切った後にパーソー取り落としできたじゃないですか、うんうん、取り落としの選択で。それでスッチーソーがほとんどボケるなとは思ったんですけど、川で、うんうん、にしてもスルーはやりすぎだろうと思ったら入ってましたね。友添さんが9番かぶせましたよ。
田之内くんのこの仕掛けに。うん。もう、ますね。うん、すごいな。よいしょ。ヤマピン引けないね。そうですね、山。いや、全然いる。さて、友さん、これ、テンパイ、カンチーピンリーチしましたね。このチーピンも両脇はどう思ってなさそう。チーピンが2枚で、リャンウーピンが山に、え、7枚。いや、すごいいる、リャンウーピン。これ7枚ですよね、うん、7対1の戦い。今6になってました。あ、6ですね、今6。背中はもうやめてるからね。さて、ドラは通ってますが、親に泣かせたくもないか。微妙、まあ微妙な点差ですね。友蔵さんに上がれるのもめんどくさいし、切るんじゃないですか、これ、まあ、切って、まあもう2人やり合うならやり合ってくれと。なるほどね。田之内くんもこれ本望いっぱなしでしょ、これ。うん、もう田之内はおいないでしょね。ヤンピンだったらね。そんなに怖くないですもんね、ドラ1枚切って。今2枚見えて、3枚目見えたね。あ、3枚目見えた。ドラ全部見えた。あ、そうか、そうか。ということは当然田之内の仕掛けもそんな高いかみたいな。まあ大体ダブトンのみでしょうけどね、うん、あれは川も含めて。そう、角谷さんが変えて筋の乱走ですね。うん。まだ引けない。うん。6枚案件。びっくりだね。田之内の手はもう基本初で打たなかった日球ですからね、あれ、うん、初で打ったらまあ 5% かなとは思いますけど。うんうんうん、ね。いい車の点まで来たよ、福谷くん。引けない。本当引けない。引けない。すごいですね、あそこに6枚いてるんだ。うん。1、2、あれ、福谷さん手詰まった。まあ、ただ初はあんこですけどね、一応。てか、テンパイ1番切るとテンパイだ。テンパイ取るかな。ローアンが3切れ。ただ田之内にペンチーはないですけどね。ペンチーはがないけど、チーワン行きましたね。うん、出上がり効くし、ゲーム決まちだし、はい、3枚切れあった？ 2 枚切れ？ん、何ですか、ローピンですか。ローピンは2枚切れです。あ、空だね、でも一応空ですね。ミャンゾはどうでしょう。いやー、そろそろ開いた。やっと言いました。はい、田之内くんが1000オールの上がり、1000は1100オールを上がりました。ダブトゥン、ダブトン。今回も上が連チャンするね。長い一半チャンになりそうですよ。なるね、うん、もう10時超えるよこれ。もうそんな時間ですか。いや、今9時前だけどね。行きますね。8時10分だけど、友添さんゆっくり切って、そう。それは言っときます。はい。早いっすよね、うん。まあでも慣れるけどね、動作が早いだけで。そうですね、うん。さあ、いいんじゃないこれ。田野さんドラ引いてきたよ。日本馬でドラは9ピンとなっております。うん、トンの4曲です。トン4曲、日本バドラは9ピン、親は田之内です。なぜか親の時にはハイパーいいんですよね。だから言い方、言い方。この時はあんまり良くないよな。一番効率いいですよね。うん、なんかちょっと悪意を感じるんですよね。トゲ、悪意というかトゲ。でももう好きなんですね。僕親の時に4000オールとか全然上がれないんで。気のせいですって。ちょっとなんか妬みが、うん、本当に上がれないんですよ親の時に。
最近？いや最近かどうか分かんないですけど、いや上がってる上がってる上がってないです、うん、みんなね、悪い方はよく覚えてるけど同じことは忘れちゃうから。4000オールとかが配信対局で上がった記憶がしばらくないです。本当？この友添さん、ローソン残したのちょっとね意外でした。ウーピン切ってウーピン、あーでも合計を求めていったんじゃない？そうそうね、そうそう、ローソン切っちゃうとほらもう想像ほぼいらない感じになっちゃうでしょ。そう、なんか残り一メンツをまだ想像で求めてるんだっていう、うん、あの瞬間で求めてるんだっていうのは意外でした、うん、単純にやっぱカンパワンが良くない、あの瞬間はそうでしたよね。あ、そうそうですね、はい、数万ヘッドにするしかない状態でしたもんね。うん、重なった。シャー発どっちも統一、あ、統一じゃない、薬杯だね。ペイもあるからペイはお高値だけど、角谷号発進するんじゃない、この辺から出たよ、角谷号発進、発進しました、発進した、初ポンで、まあ普通で普通ですよ。いや多分シャーもペイもポンして、てかシャーもペイ、シャーが2枚切れでペイが1枚しかない、シャー2枚切れ、2枚切れです、あら早く早く、ペイ1枚しかないですねこれ。ありゃまあ、だとするとシャッシャーでもいいような、うん、ペイ、まあまあ1枚のそのペイはやっぱり狙い、かなり狙い目ですからね。うん、そうか、どっかでも仕掛けられますし、うん、さあ、うん、もう9ピンです、ね、はい、ここで9ピン、はい、6、9万は固まってるか山にワンサカかっていう感じの楽しみ者だね。西島さんはゴロチ含みの経点で9ピン残すかどうか、とりあえず9層、まあ、9ピンが割と安全か、親何杯になったしね。で角谷さんからポンの声かからなかったんっていうのも大きいんでしょうね、うん、これで角谷さんがローピン切ってるから将来的に9ピンが当たるのは短期だけだろうみたいな、あ、ここで回しましたね。まあ、角谷さんに対してマンズが切りづらいんでしょうけど、かなり、うん、そこまでマンズ、あ、マンズか、他は、あ、来た、うん、これがあるんでね、ちょっと嫌ですよね。もうちょっとその、まあ、泣かれたら泣かれたで、はいはいはい、言ってもよかったかなっていう、うん、まあ打点不明なんですけど、うん、2000点ぐらいまでならまあ補充してもいいかなぐらいの感じはちょっとありましたね。これ中小としてるんでね、チーしても9万打てんのかっていう話だよね、うん、打てないですね。ワンチャンス、パーマンのワンチャンス。さあ、田之内君がリャンウピンのリーチ打ってますね。リーチピンフドライチで、ヤバに2枚です、リャンウピンは。おお、さあ、ここで上がれる天杯です。カンノーピン上がれる天杯かつ山に2枚、今のあんの、ほんとだ。さあ、角谷さん、これ同走が安牌ではないならこういう地位をしてシャーシャーかな、はい。うーん、そう、おお、うまくいった。スーチーマンの天杯を入れて、しかもこれはフリテンではない、上がれる3万、これは西村さん、これ3万が1、2、あ、切るかも、切りそう。いやどうかな、ドラ切ってるんですよね。いや、なんないきそうですけどね。いや、どうなんだろう、現物だしね、なん絶対安杯だし、押し引きバランス。ヤウピン対スチワンか、スチワンもそんな良くないね、これね、なかなか思ってて。スーピンは行きやすい、うん、中筋、スーチーマン、あ、そんな良くないですね。良くない、当然がね、スーマンコだし、残り2枚、いや、楽しく 2枚チーマン持ってるよ。だから西村君も1枚だから、数万チーマンもないよ。あ、チーマンないですね、残り1枚ですね、うん、数万1枚だけですね、うん、しかし嘘、パソが安牌、
数万肝臓が切れる、うん、粘れるか。 C ピンは切れそうなんですよね。まあただもうつもないですけどね、このまま順調にいくと。あ、本当だ。田之内の切り方が雑でみんななんかコメントで結構言われてますけど、多分これ友添さんに釣られてるパターンですよターンターンターンの手詰まり背景前、うん、さてペイを泣いたらツモ番キャンセルでウーワンが切れます。これ泣くでしょう。どうでしょうね、まあスッチワン上がったら親を消せ、あの消えるっていうメリットはあるんですけど、だけど上がったところでさ、いやまあ親を消えて曲を進められるっていうメリットがやっぱり、そしてそうかそうか、このウーワンって確かこのウーワンを確か西村さんが内定して背景をパスして、まさかのまさかのありえましたね、ちょっとだけありえました。いやー、友添さんしてみながらおいふざけんなよ。友添さん他に切るもなかったのかな、今なさそうでした、なんかなさそうですよ、うん、あえてペイ切ってるぐらいですもんね、一枚ゲーム。いやー長い、うん、親が粘る、まあ、ハイパイがいいからそうなるんですよね。はい、トンの4局3本場となります。ドラーローピンです。親は田之内君継続です。さあドラドラ形はそんなに良くないですが、がドラドラどうでしょう。うん、うん、他に早そうな人いないんですよね。あんまりいないですね。まあ西間さんがまずまずかな。さあうん、うん、角谷さんもまあまあですね。麻生さんは目が痛いそうです。そう、すいません、麻生さんの代わりが僕で申し訳ないです。私もここにはいるんやで。あ、麻生さんが座ってくれました。なんか喋りに行きましたけど目が痛そうです。左目がね痛くてね、コンタクト取っちゃったから全然顔面が見えないです。まあなんかいつかの朝ピン状態。なんか声がもう病人の声してますよ、朝ピンいらんってそんなことないですよ、はい、帰ろう。麻生さんっぽく可愛く実況して、いやそれは無理やわ、無理やわ。まず麻生さんが可愛いかどうかの問題。いや可愛いですよ。ええって言ったらなんかお金もらえるって聞きました。あ、10円です。はい、10円です。市民さんから、市民さんからお前梶本さんの一曲代走します、うん。ゆりちゃんファンの女の子ですと。女の子のファンいるの嬉しいですよね。嬉しい、これはほんまにめっちゃ嬉しい。そう、ほんまに女の子やろか。もう疑心暗鬼すぎるでしょ。ちょっと麻雀見て。お、角谷さん、ドラのローピン切ってはるで。いい、シャンテン。え、いや、テンパイです、テンパイです、はい、ピンフのみを。ピンフ。テンは1900、はい、田之内さんから田之内さんの親が流れて難入して、私は梶本さんと変わります。多分もう一曲です。いや、戻ります。あ、戻ります、なんと。はい、難入。難入しました。最速の。お断りします。ゴリゴリマッチョ。え、ゴリゴリマッチョ。朝ピンさん男性の方はいけない人。当たり前じゃん。当たり前。そこは当たり前なんだ。失礼しました。なんか幅広いって聞いたんで。当たり前って言うといろんな男性の方に怒られるかもしれないですけど。うん。いや今朝ピンさんのファンで、うん、割とマッチョの30代男性の方がいてはるんで。どうかなって。なるほど。ちょっと案件を上げてみました、はい。さて、何の一曲で、親番が、友添さんドラースーストとなってます。いや下3人がね競り合いになるよこれね。すごいです ね下3人が3000点圏内いてるんですかね、うん、やっと田之内の絵が流れたみたいな感じでね。ドラドラ染め、うん、まあとりあえずいいそうのかみたいな。ここからでも三層とか引いたらちょっと行くかな。まあ三層ぐらいなら可能性はありますけどね、うん、でもどうだろうな。普通にメンツで良さそうですけどね。リーズも三層引いたら、ね、それこそ、うん、リーズも白ドライチでもね。この曲自体多分なんか意識的になんか早くはなんかその打点求めるよりスピードの方を重視したいんじゃないかなって思う
してるね。うん、まあでも角谷さん除いたサンマの原点付近うろちょろしてるっていう感じですからね、うん、そんなに変わった打ち方する必要もないと思うんですけど、今ドロカさんあったし、もう急走ポンとか地層地とか入りそうだよね。入りそうですね、もう、うん、急走ポン入るでしょ、ね、はい、はい、で、スーピン行って数チームは泣くんですかね、これ。どうでしょうね。そう、まあ、泣くと思いますけどね。フィニッシュにしたくない、うん、スーチーワン出たら泣いて同窓切りだと思いますけど。シャンポンか。いや、カンチャンに取るんじゃないですかね。あ、これでもう問題なし。迷わないやつ。ゴーニーのドラも、ドラ含みじゃないカンチャンと、あ、ドラ含みのシャンポンとカンチャンだったら、ゴーニーのカンチャン取りそうですけどね。うん、これ、スーソー出たら泣きます。まあ、出ることもないと思うんですよ。いや、なんか、なんか。白本一ドアさんか。いやでもさすがにカード配少なすぎるな、泣かないんじゃないですかね、うん、もう5、2テンパイですね、泣かないでしょ。しかも今いい街でしょ、うん、いい街です、うん、まあまあの本一まではやっぱり見ないかな、磯子さんダメだし、うん、雰囲気仕掛けは本一っぽいけど、なんか磯子が変だぞっていう、ツーピンとかも来たしね、なんだろうと思ってるでしょうけど、みんな、うん、まあ他のうちだし役はやんこかなぐらいの感じですかね、うん、ということはスッチーはもうそんなにホイホイって出るわけじゃないよね、うん、まあそうですね、うん、あどっちかっていうと、うん、リャンウッパーワンサブドッキーワンが特に打ちづらいとは思いますけど、うん、俺はなくてきてるよ、スーソー羽マンにするために、うん、なんか今日1日なんかチーズ2回上がってるじゃないですか、 2回ですって上がってるのがなんかサブミナルみたいな感じで、そういう入ってないな、そういうゲームじゃないな。ニシャン天か、親だしね。友達さんは親番をキープしたいだろうから、数万とか引いたら止まんないだろうね。高校ですよね。そうそう、でもいいシャンテンで。でも缶中ピン切れるか。ん？1122233。テンパイはしてないですね。してないですね。とりあえず層がいけるのかどうか。で、安蔵は通してるんじゃなかったでしたっけと。うん。押しましたね。まあまあ、押したって感覚はないのかもしれないけども。三層はさっき取ったから、あ、残す。あの、急層切って。ああ、9番切ってるんで、うん、でドラが数層だから数層引き見てかなと、うんうんうん、今は石破君だね。で田の内君、スチはそんな薄い、薄いか、まあまあ薄いか、スチーマンが、そうですね、スーマンがまず1枚で、次チーマンが、チーマンも1枚だと思う、そうですね、うん、2枚、さすがに3層キューピンか、そうだね、キューピンはまあまあ下ちゃんにもね、楽しくにも通りそうだけど、さあさあ、マンズが打ちづらいですね、やっぱり、うん、回しましたね。まあ、同じことを考えてると思います。うん、おそらく箱あんこで、マンズでもう結構通っちゃったんで、サブドーワン、スッチーワンが本戦か、うんうん、じゃあこれもテンパで取らない、そうですね、パワーソーかな、そうなるとローピン、ローピンか、角谷君もやっぱりマンズの3-4-4ってところが触りにくいから、でも今の注意してイーマンとか切ればってのはどうだと、どうだろうと思ったんだけど、まあ K 点は取れますけど、そこから先しのげる順目じゃまだないなっていう感覚じゃないですかね。友澤さんもローピン、まあローピン切るってことはローピンに最後の方でくっついたあれですよね、あのローワンを切るぞっていう、うん、意識だと思うんですけど、フリテンのフリテンサブローピン、
おお、勝負に出ました。おお、そして田之内も打ちづらい。これはきついね。もう押したいけど。押したいですけどね、これ。ソーズの下はほぼなさそうなんで、いったー、押しましたね。これ友添さんもローマン切りやすくなった？た。数層、イーソーが。イーソーいきますね。あ、ラスト全部見えてるんですね。中筋のローピンは？ダメ？いや、一旦イーソーじゃないか。テンパ入らずでしょうか。あ、まだあるか、友添さんは。さあ、どうだ。うわぁ、これは田之内頑張ったね。田之内にっこり。はい、田之内くんが3900点の上がり。ん？5人。5、あ、5、あ、5人。そうですね。テンパにして5200か。5200点の上がりです。ハクドラドラ。角谷くんのリアクションも面白かったけどね。そうだよね、みたいな感じ。うんうん、みたいな。まあ、大体みんな宅内の見解は一致してるでしょう、うんうん、今の曲に関しては、うんうんうん、そもそもまあみんな結構ソーズの下一面図だったりなんか牌持っててそのソーズの本質になりえなかったんですよねきっと、うん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 、物理的に、うんうん、ソーズの本質だったら7枚なんだよって話で、うん、2、3、3、4、4、ハクハクハクとかもあハクハクとかもできなかったんで、うん、よほど変な街じゃない限り、うんトンの2曲、ああ、なん、何の2曲、親が角谷さん、ドラはペイとなっております。さあ、あれ？ペイ茶の友添さんにペイが2枚。うん、そして、ドラのペイが2枚。ドラのペイが2枚。けどね、きついよね、残った形。そして角谷さんが、イーシャンテンかな？確か親の角谷さんがいいシャンテンですね。いいシャンテン、おー、うわー、いい形に変わった。不安のない形に変わりましたね。そうだね。どうせなんかドラドラだけどさ、ドラドラだけどちょっと苦しいですね。長い旅だよ。はい、早めにドラが出てくれればいいんですけど、なんかまあまあ西島さんが出そうですけどね。これ出ないかな。出るかな。出ないか。打点欲しいもんな西島さん。となるとあと 3,40 年テンパるでしょ。いいピン切ってます。いいピン切ってます。もういいんじゃないですかね、この3。お、ちょっと良くなってきた。あ、ペ出るかもね。次進んだら出るんですかね、山田。いやでも例えばそうだね、3ピンとか G1 でも切りたくない。あ、G1 だとそうでもないか、うん。西村さんがロー9万サブローピンペイのイーシャンテンですね。フリテンです。フリテンです。見せるか。まさかのここで、あ、いや、残り1枚、残り1枚絶対にいるイーピン。ギャンピンが自分の目から全部入ってる。はい、あ、はい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 、重ねてのリーチ。うわー、3ピン間に合ってる。3ピン間に合ってる。これはこれはさすがに勝ちか。どうか。でもサブロピンそんな多いかな。結構薄いよ、うん。まあ角谷さんが無邪気に追っかけると。無邪気言い方。まあ無邪気に追っかけると思いますけど、テンパったら。サブロピンがちょいちょい飛びあるな。まあ、はい、行きました。追いかける人であってほしいですよね。無邪気なリーチ、うん。はい、リャンウーの、うわー、これ薄いよこれ。リーズもピンフドラドラ2400の上がり。また下が知れずになってきたじゃん、これ。うん。いい感じだね。いいですね。いいね。角谷君は結構だいぶマイナス大きかったんだよね、はい、今。これでちょっと取り返しますね。こうなると事故がなければ。田之内くんがまあまあこうラストで頑張って2着になるとかってなると、うん、やっぱりマイナスの人たちのポイントが絶対値がちっちゃくなって、ね、友さんもね、これラストラスになっちゃうとせっかくの今日の最初の爆発がなかったことになっちゃうんで踏ん張りたいですよね。チャラになっちゃう。はい、マジか。
マイナス110スタートぐらいだったんですけど、マイナス100付近まで戻っちゃった。いやだって1回はねプラスの空気を吸ったわけだからね、はい、おシャーポン珍しい、久々に見たような気がするこういうの、うん、さて友添さんのシャーポンも苦しいな。でもこれも、うん、苦しいけど、ね、泣かないよりはマシだと打点が現状作れないですからね。あれうまくいって2000点コース、まあ、とりあえずリャンピンとか切るんでしょうけど、きっと、うん、もう親番がないんでもう完全に2着をきっちり取りに行く体勢入ってますよね。うん、まあ、この曲をだからまあ別に安いからって言ってサボると結局西村さんが上がっても田之内が上がってもより厳しくなっちゃうんで仕方なくと、こんな感じのポンですよね。西村さんと田之内くんがアクション取ったら基本的に角谷さんは前に出ないからこの2人の上がり確率がただ上がるっていう、もう自分が行くしかないっていう感じでやってます。いや角谷さんはアクション取るんじゃないか失礼しました。親父はさすがに敬意を表すると思いますけど、そうじゃない限りそこまでなんか、むしろ一緒になって詰めて流せばいいんでしょうか、うん、という感じかな、はい、あ、南3曲で親番が西村さん、ドラ、ちょっと見えてきた、遠いつってきついかな、可能性厳しいですけどね、ちょっと純ちゃんパイばっかりなんで、ね、どこも泣きやすいそうなパイがないっていう、まあ、三蔵のヘルトで安蔵とかそのお互い泣きやすいですけど、ね、はいはいはい、横がなくなっちゃうやつね、うん、まあ、田之内は今1日3使ってるんですけど、田之内くんイーシャンテンですよね。イーシャンテンだけど役は今のところ一応まあタンヤオが、タンヤオが、あ、そうかそうか、チーソーでタンヤオか、そうかそうか、チーソーとローマで、お、もうすぐ1000人になるよ。お、ありがとうございます。ありがとうございます。さああと2曲で31に増えるのかイーソー切りたい人はーい、ダメ、嘘ないし、うん、そうですよね、うん、嘘ないなら言いそうで良さそうですけどね、うん、友添さんにギリギリまで絞りたいという意識を感じますね、うん、これで泣いて、で、うん、初残しときたいのかな、安全牌とは言えないけどまだ縮まるよりはマシみたいな、うん、無邪気に無邪気に発つ、無邪気でもないけど別にこれは普通です。うん、あ、なるほど、もうこれ田之内君もチー点取りますよね、取ると思いますよ、点数状況的に2000点、うん、うん、角谷さん U1 をかなり引っ張るな、安牌の安牌なんですかね、意識的には。安牌ってどうしょんぱいだよね。いや一枚切れでは、一枚切れか、そっか、まあ一通はリャンは3枚飛びですからね、さすがに厳しいんですけど、ね、まあ役はつけたいですからね、リーチしたくない分、うん、3枚切れでもっていう意識だったのかもしれないですけど、おお、天杯ロキュワン、ロキュワン天杯、友添さんに入りました。これ友添さん上がんないんじゃないかな、これ上が、あ、上がった、上がりますね、上がりましたね、うん、友添さんが1000点の上がりでした。今のはやっぱり点数冷たいから、うん、今は高い可能性結構あるかなと思ったんですけど、うん、もう順目結構深くて、うん、まあ、はいはい、親も楽しもそこまでの顔のテンションじゃなかったですし、うん、でこれあの西村さん天杯だったら、うん、点数縮まんないけどもう一曲できるじゃないですか親、うん、で西村さん天杯じゃなかったらまくるっていうのがあるんで、今のだってね、友添さんどっちかっていうと、はい、そんなに安い曲で一曲消化したくないけど、うん、はい、まあほっといても差が広がるだけだからっていう、はい、
仕掛けだもんね。あそこまで来たら結構上がんない方がいいんじゃないかとちょっと今思ったんですけど、うん、自分ドラ持ってないし、ドラの所在わからないからちょっとでも押されたりしたら非常に苦しくなるから上がっとこうなんですかね、うん、まあ、他の人の上がりが出るぐらいに上がった方がいいんですけど、うん、あ、まあ、それっぽい人がいてなかったっていうところ、うん、ところがポイントなんですね、うん、まあ、ちょっとギャンブルになりますけど ね、はい、オーラス、オーラス、オーラスで、ドラはリャンソ、親は田之内くんです。お、パクタニくんなんと重なったよ。しばらくも厳しいね。おー楽しいじゃん。田之内くん親番ずるい説。また？もういいと思うよ今回も。本当だ、本当です、ね。整ってますよ。西村さん苦しいですねこれ。苦しい。もうこれは格差ですよ、格差。格差。わあ。しかもですよ、うん、なんかね田之内の。あ、でも今タイフォーバーがいましたね。ただ1飛びなんだよね。あ、うん、ただ1の現物っていうか第一だ。無邪気にランウーピンを泣いてほしいですね。いや、まあ泣くない。それは泣くんじゃないですか。これ泣くでしょ。あれ泣かない、泣かない。あ、ランウーピン泣けますよね。はい、泣けます。泣かない、泣かない。なぜこれは泣いた方がいいですね。うん、多分何ポンのジャムピン別にいいわけでもないですからね。うん、まあ、なんともないですけどね。まあ、一通変化とかでピンフになることもありますけど。うん、お、面本。え、全部仕掛けれるんじゃないですか。仕掛けるよね、もうこうなると。あ、でもしかし。うん。さあ、整ってきてますね。いやでも田之内のテンパイはさすがにそうですが、これはどっち、どっち、さあどっちに取る。ドラがリャンソだ。あー、なるほど。お、うん、やっぱり受けの重視にしましたね。イース層が相当弱いんで、イース層3飛びで、でピンズがかなり、あ、ピンズ良さそうですね。ピンズは相当切られてるんで、あ、はい、3枚飛びだけど、で自分で使ってるけど、うん、はい、それでもスチーピンはいいんだ、うん、はあ、これはかなり感覚は同意できます、ね、なるほどね。イッソ外進駐したくないですね、これは。イッソそんなに弱いの？弱いか。弱そうだね、確かに。さあ、角谷さん、まあまあ、親に泣かずねなければいいですからね。 Q1 とかマンズはまあまあ、切りやすいですよね。これ泣けるみたいな感じですよね。泣いてもいいよ、みたいな感じですけど。え、これはいち早くアシストすべきなんじゃないの？どうでしょう。ほら、うっかり、ね、うん、田之内が爆発して、まあ、僕はそう思いますけど、うん、まあ、もちろん自分がね上がれる形のいいシャンテンだから、そっちをぶっ壊して不発に終わった時は嫌だけど、うん、西村さんがいいシャンテンですね。でこっちもマンズ、友添さんもマンズのいいシャンテン。おー、マンズ、マンズ対決、マンズ上がりあんの、こんだけみんな使ってて。リャンピンが全見え、もう厳しいですね。まあ、ウーピンが一応そこそこ拾えそうですけど、他の違い持ってない感じ。まあ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 、あ、これ田之内くん苦しいっすね。うん、まあテンパったら、あ、でも ローQ1 が薄いか、さすがに。一応テンパイまでは結構いけそうですけどね、ピンズが。さすがになんとかなると思いますけど、うん、ここで初、あ、初はもうこれ止めて死ぬかな。うん、死ぬ、あ、そうか、の点で。そうですね、西村さん一人テンパイじゃなければ、一人テンパイだとダメなのか、うん、でもそうか、二人テンパイだとこれ、まあ5人しかも補充できない点数状況ですし、まあ初打たないでしょうね、うん、そうか、5人打ったらラスか。はい、これ1位だ。うわー、でもこれ、これでめんどくさいな、これ。みんなめんどくさいと思ってるでしょうね。お前よ、田之内はもう1人脳天になる可能性出てきたんでめんどくさいし、あ、そっちか、西村さんとか補充したらと思うんで。そっかそっか、ちゃんと存在感示してきますよね。うん、まあ、西村さんこれ補充したら実際1000点だから助かるんですけど、一応。
友達さんがテンパるかとかね、うん、ああなん出ちゃう出ちゃう、まあ友添さんが、まあ先手友添さんの立場は Q1 粘った粘っ、いや諦めた、打ったら終わりだから田口の連チャンにかけるってこと、うん、でも連チャンしないよねっていう、まあしないとも限らないですからね、友添さんの立場からだと、うん、この瞬間田口くん1位なんですよ今1位、いやいや、あの脳天でもトップ変わらない、3人ああ、2位実質トップやと思って、2位。さああとはパーワンがどうだ、パーワンはないのかな、1枚ある、あーダメか、うん、ダメだね、ダメですね、うん、もうこれでツモがなくてチーピンか、ん三蔵どっちも安全なのかな、三蔵ガッシャガッシャ、三蔵角谷さんに打ちに行ってるのかな、角谷さんに上打つ分には大丈夫なんで、あーなるほどね、まあうん、ドラも見えてるし、うん、3球 OK だもんね、ダメ、あ3球 OK だね、安心で3球 OK ですね、なるほど3球 OK、 3球ダメじゃなかったっけ、今800… あ、3球ダメだ、3球ダメ、3球ないんじゃないですかこれ、ドラが2枚見えてて、ドアが2枚見え、3枚見え、2枚見えまで だったと思います、でも単野を3色ドラ1ないか、あ、ごめんなさい、嘘がもう3枚飛んで、4枚飛んでます、あ、なるほど、当たんないな、はい、当たってもで、当たったらまああの22じゃあ224の換算像ぐらいなんで、まあ2000点だと、そうだね、そうだね、はい、でも友添さんにうっかりテンパ入れられて一人の手になるよりは、そうですね、角谷君に当たって、はい、まあ、当たってもいいし、別にまあ当たらなかったも大体大丈夫でしょうっていうことなんで、うんうんうん、最後までサボんなかったということでしょう、なるほど、はい、みんなサボんないね、うん何がこんなくつろいでましたよね、はい、はい、いやすごい駆け引きでしたね最後、いやで西村さんが、一番ハイパイ多分悪かったと思うんですよ、そっからなんか重ねて重ねて泣いてみたいな、きっちり転廃して着順を一つアップさせたのはさすがですね、うん、一つアップアップはしてないんじゃないですか、あ、現状か、ごめんなさい、3のまま、あ、3のまま、友澤さんがね、まあ友澤さん上がんないとラス抜けできないもんね、はい、うん、まあ、うん、そういう感じで、まあ、ちょっと友澤さんにあのラス前のあれを聞いてみたいですね、あ、上がんない選択はなかったのかな、なるほど、友達さんいっぱい聞きたいことあるんだよね、まあ、僕もう昔のやつは忘れちゃってるんで、ね、最後だけ聞きます、最後だけ、はい、今日はトータルはどうなったんですか、それでトータル、ここまでのトータルはこれか、まあでも大体わかるか、うん、まあ、なんかほとんど振り出しに戻ったぐらいじゃないぐらい、今日西村さんがちょっとプラスしたのが西村デーでしたね、はいはい、そうですね、はい、じゃあ皆さん聞きましょうか、はい、聞いていきましょう、お招きしましょう、お順番は、うん、順番どうしましょう、まあ、じゃあ角谷君から、あ、はい、それでは角谷さんから、はい、あ、じゃあ田口君から、はいはい、どうぞどうぞ、お疲れ様でした、お疲れ様です、お疲れです、はい、今日はつまんなかったね、はい、最後の三蔵は一応2000点刺さる可能性を探った感じの、他になくないですか、え、チーピン通ってなかった、チーピン通ってたでしょ、ん、チーピン消えたんじゃない、え、通ってる方が切れたことですか、あ、じゃあ、そういう意味で切ったのって、あ、そうそうそう、まあ、もう唯一それしかなかった、三層、4枚見えてるんでね、うん、まあ、最悪2-4の換算像の2000点に刺さったら嬉しいなっていう、うん、ぐらいですね、はい、もう初持ってきた時点でもう天敗も全部持ってきて死のうみたいな、勝つは打たんよね、勝はちょっとね、4までいっちゃうんでね、うん、ねえ、5人角谷さんの天敗取らんでくれと思ったよけど、微妙なとこでしたね、友達さんもよく分かんなかったんで、友達さんがあの角谷さんの値配掴んだんで結局、はい、うんうん、助かったんですけど、はいはい、あれ一人転売流局やったら最悪やもんな、最悪ですね、でも張ってなかったですね、初打たないと、うん、いいシャンテンで、うん、ドラ打ちます、いや、ドラは切ると思います、切る、うんうん、はい、スチーピンで良さそうに、うん、ああやっぱり3枚見えるでも、まあ、イソがあの中で3枚とき、そうそう、イソ層も良くなくてスチーピンちょっと良さそうで、うんうん、あの辺はね、さすがサピンもすごいすぐ言ってた、共感できるって言ってました、だいたいリアンゾーでしょうねって言ってた、ハイパー良かったんですけどね、うん、そう、親になるとハイパー、まあ、あの展望状況あったし良かったんじゃない、あれで、ああ
今日のトータル出ました、マイナス118ポイント負けぐらいですか。うん、今日の感じで50だとどうする、実感としてはね。まあうん、いやちょっと微妙でしたね。数万ちょっと得すぎですかね。数万、高台さんに言ったら12,000円。どうやってチーして、パーマンチーして、京卓に3本あった時ですね。トンの2曲あ、ありましたね。あの2点リーチで挟まれて、もう思考放棄して全通しました、放置しました。ああ、あれか、あの数万統一落とし全自分するのが良かったですね。っていうかリアンソ…リアンだっけ、リアンソが2,2,4統一落としの選択で、いや、嘘もあったんですよ。ローソが3切れで、ああ、じゃあ元々一旦2,2,4と思ってたってこと。そうそう、嘘を言った方がまあ枚数は多いんですけど、そういうところで、リアンソーがちょっと西村さんにちょっとだけ打ちづらくて、もう数万にしたんですけど、まあ、なんかどこをケアするかの話あって、まあリアンソーは瞬間刺さる可能性あるしなとかも思いながら、そうそうそう、あれは辛いなと。そう、安全牌ないし、もう行くしか、大体パーマン上茶から出るやろうなって思って、まあ、あの順目に取り落としの選択になるとな、大体ああいうことになるんで辛いですね。そう、降りたかったんですけどね、うん、なんか一見にもなんかほとんど取ってられなくて、まだ全通した方がマシかなぐらいで、押したらワンツーっちゃいました。うん、でも最後の2着は耐えてました。箱ったとこから、ね、箱にかけからだったんで、角谷さんが還元してくれて1万2000円ちゃんとね、取り返しも最後のテンパイもね、うん、助かります。そうだそうだ、確かに。そう、逆に脳天だったら3着落ちだもんね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。まあまあ不幸中の幸いという感じで、また次節以降もそう、うん、まあ、まだ110ポイントなんで、うん、一節で帰ってくる。だって野本さん今日半チャン1回でね100ポイントぐらい取り返したもんね、一瞬。そうです、一瞬で最後ラスラスで100ポイント、うん、また今日はプラス10ぐらいだったね。まあまだ全然3位ともそんな差ないですしね、あと6回あと、あと10回ですか。あと10回、10回、まあまあ大丈夫ですね、うん、トップ4回ぐらい取ったらまあまあ苦しい。まだまだまだいけるっす。朝ピンが田之内さんに辛いんですよ。辛い。いや、うん、親の時に手がいいよねってずっと言って。はい。上がってペンチーマンしか上がってないです。鎮痛あんまんないよねって。うん、やずいずいって。上がれてないから一個。まあ詳しくはタイムシフトで。はい、タイムシフトで。はい。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。じゃあ次まして角谷さんかな。はい。はい、お疲れ様でした。見せてくれましたね、ヒロピン。何もできなかったですね。ミラクル、ミラクル、最後ミラクル、ミラクルの6000オール。いや、マジ、あの6000オールはミラクルでしたね。いや、26オールになるかなと思った予定なんですけどね。あの時に珍しくみんなが対応したんですよ。珍しく。一枚家のトンを2人が抑えて、はいはい、でトン切ってたら上がってたぐらいの人が2人いたんですよ。はいはい、あの西村さんと田之内なんですけど、うん。あの役なし管理アンマンに。そう。まあ、で確かにタンヤオっぽくそんなに見えないですし、後かさないのとも警戒するのは普通の人に対しての対応だったら黙ってると思う。角谷さんにそこまで対応していいのかと思ったんですが、そしたらあんなことに。ほんと最近みんなになんか対応してくれなくて全然面白くない。珍しくあれ対応してくれてます。朝ピンだけっすわ、ほんと対応してくれない。しない、僕もしない基本は。まあ、はい、ちょっとパターン変えないとね。タノムシ君とかトモムシ君とかね、いろいろ無視されてる神ちゃんにいる人からちょっと面白い。でもその時だけは本当にみんながね、うんうんうん、あのちょっと遅らせて打ったから結局、まあ、結果最高の人たちになりました。うんうん、あれさ、オロスちなみにレアンピンチして何バックのテンパ取らないんですか。まあ、取ってもいいかなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとタノムチさん上がってもいいかなってちょっと思ってたんですよ。うん、あーとトータルポイント的に。そうですね、ちょっとだけちょっとだけ。なるほど。結構差小さかったっすから、ね。で、まあ、あとは危険だとは思いますけど、結構下茶が本質っぽかったんで、うん、あ、そう、僕アシストすると思ってました。いや、なんで出るのは遅くなりそうなんで、うん、今取っても結局ずっと何バックでも待つことになるのと、うん、あとアシストはやっぱり結局自分が上がりそうじゃないですか。あ、そう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 、うん、手崩してアシストして上がってもらえなかった時悲惨なんで、うん、やっぱそこですよね。まあいいシャンテンなんでっていう感じですね。なるほど。まあでも最後取り返して結局今日の、ね、今日の怪我は
小さめ、ね、してくれました、はい、50ぐらい、もう6万点あったのにヒヤヒヤでしたね還元しましたおかしいなと思いますなんかでも回を重ねていくうちに角谷さんの打ち方もそうだけど、周りの反応がだんだんちょっと変わってるような気がしてそれをちょっと見続けるのが楽しみですよ。全然面白くないと思って、もうみんなどんどん切ってくるし、もうやめろって思いながら、はい、もう今日も楽しませてくれました。ローソン法事は合ってるんですか？甘露草ですか？ウーピンじゃないですか？あれねちょっと腹立ってねなんかお酢にしても何にしてもウーピンだなと思ったんですけど、いや、ウーソを自分で切ってて、はいはい、ちょっとフリテン含みになってしまうのと、まあ、どうせ腹立つからちょっと腹立つから切れ打ちみたいな、そう、都合力はちょっとどっちかなと思って人間としての格が一発で捕まされるかどうかみたいなやつあるじゃないですか。あじゃあ角野さん見せつけられたら、ね、格負けしたって感じ、格負けしました。はい、はい、ちょっとまだ次回以降も、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あ、コメントもありがとうございました。いろいろ来てますから、はい、それでタイムシフトでじっくり堪能してください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、そしてで友添さんですかね。友添さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ふう、結構長い対局で、そうですね、つかんかった全然つかなかった、もう最初の半チャン合い倒したのに、はい、そっから先が最初の半チャンもね、もう一本道やったしな、なんか何も急走法中は僕あれはちょっとダメだと思いましたけど。何でしたっけ、急走ちゃんたのドア、ちゃんたじゃない、ちゃんたっぽいドアドアのものって言っちゃったやつ。でもあれ知ってますよ、急走当たるの。え、でも、はい、当た知ってますよって言って3球放送したらダメじゃないですかいや、嫌ですよ、5人ですよ、5人5人からダメですけど、親指に対してなくて親指に対して一切なくて、はい、あれもしかしたら両面に急走ヘッドの両面かもしれないし、はい、あの西村さんはね、よかった急走で、まあ刺さるのは結構刺さるんですけど、はい、もう親に対して現物ないし、まあ、だからその、うん、あの瞬間あの手配もあったらしょうがないかもしれないですけど、その前にあのパースを切った時になんかあの、はい、あ、なるほどね、なんとかできなかったかな。ねえ、ちょっとそうやな、あの時3個リズム3個な見えたからな、トンパツあれ守らなきゃいけないんですかね。いや、守るっていうか、まあそのなんだろう、わかんないですけど、うん、あの6が9-9で残しちゃって、うん、あんまり上がりにもならなそうだし、守備的にもならなそうだして、うん、はい、なんか668で持っといて他のところに手をかけた方が柔軟かなと思う。チートイとスワンコ見てたんですけどね、ドンパツ足伸び伸びいったんだけど、守備的にいった方が良かったんかな。いや、でも全然反省してないですけどね、うん、あれでいい、あれはそれでいい全然いい、あれそうへくったら、うわーってセーフなったと思う。あの小さ全然へくんじゃないですからね、まあ、あんなもんは別にいらんあんな小さいらないですいや、ダメだった。でもあと遊び向いて、はい、あ、そう、あの、はい、今のオーラスの前、ラス前、1000点上がったじゃないですか、はい、まあ、あの1000点仕掛けるのは僕は全然わかるんですけど、はいはいはい、で、あの上がった順目が結構深くて、はい、でしかもなんかそんなにみんな雰囲気出てなかったんで、あれ見逃した方がいいんじゃないかな。あのね、角谷さんから出た時だけ上がろうと思ってたんですよね。角谷さん、うん、あのあと2人いるでしょ、はい、ポロンとあと1個ぐらい9万出てきたらもう終わりでしょ、下茶見逃しは怖いんですよね。うん、あー、そういうこと、はい、いやー、でも、まあ、直撃上がりたいっていうよりはそのなんか、はい、まあ結構結構あそこまで行くとそこそこ流局してくれるじゃないですか。え、そうでした、まだ全然、まだ順目が早いから、あと50分ぐらい、順目が早いから、順目がまだあるから角谷さんからだけ上がるっていう感じですね、僕の考え方は。どうなんですか、ね、あと50分ぐらいだったんですけど、まあその西村さんと天杯で流局が別にまあいいし、はいはい、西村さん天杯ってなくて流局最高ですし、はい、うん、だからそこは冒険する価値あったのかな。あ、なるほど、だったらもしかして4球差になるしいいかなと、2巡目のままの、はい、まあ局消化で、うんうん、ね、仕掛けるは仕掛けるし、そこまで、はい、まあ、仕掛けるのは仕掛けるさ、あのイースソ仕掛けるからですね、6球はチーしないんやけど、イースソチーします、まあしますよね、しぶ一番先に切ります、一番先に切ります、パンパンにします、あ、初切るかどうか、そこは微妙っす、先切るかな、うん、まあ、あんな感じなんか、そっか、まあ、まあ、そうでした、僕の、はい、友達さんずっと対局場でいたじゃないですか、はい、こっちの控室に戻ってこなかったんで、はい、あの後で麻生さんからいっぱい質問があると思うんで、あ、本当ですか、はい、分かりました、ちょっと覚えてるかとかいっぱいあるけど、でも結構、はい、メモしてるのがあるで、いっぱい視聴者の方から質問がめっちゃ来てたんですよ。あ、本当ですか、嬉しいな、もう僕は忘れてるかもしれないけどな、かいつまんでしょ1個だけいきましょう、1個やください、どれにしよう、これやってやつ、これやってやつ、早くしないとお腹が空いてきたから、麻生さん、はい、今日は我慢やったな、しかしこれか、我慢これちゃいます、
あ、これもある。あ、これはカーサピンが揉むって言ってたやつですね、これ、うん、どれ覚えてる。これはウッパーソンのやつ。ウッパーソン外してたやつ。あー、そうっすね。そう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 、なんだっけな。ウッパーソン外してたのは全然普通ですけど、はい、ウッパーソンが薄くて、うん、で、あのなんかマンズが233444で4が通ってて、で仕掛けに対してまああのなんだっけ、ピンズが豪華触った時にそのままつもぎって仲えるんですけど、はい、何回戦だっけまだ、はい、あの時でも上がりやんの。ウッパーソーのままだったらもう上がれないじゃないですかこれ。まあ上がれないまで行くかなっていう感じでしたけど、ウッパーソーその時もう 5枚でしたっけ、6枚でしたっけ、5枚切れかな、6枚切れかな、5枚切れだったでしたっけ、はい、だったし、まあわりかし強いウーピンは打って泣かれてもいいし、ウーピンは切って素直にウッパーソーかスチーピン積もってきたらそこですぐリーチ打つし、ローソーかチーソー重なったらヘッド振り返るからウーピン積もぎってますね。ヤ、うんうん、ンワンが全然悪くない、はい、買った上にスーワン泣かれないし、ヤンワンインペイコだし、ローピン普通にスーワン切るんじゃないかなと思ったんですけど、スーワンで決めるの。スーワンを切ってマンズを決めて、ソーズ重なったらピンズ5号6の部分でレアン、まあみたいな。こんな話があの飲み会場でずっとずっと行われてます。これで2回戦の何3曲の一本場の話なんで、で、あの後でタイムシフト見てる方はそこの局面ということで、戻ってください。はい、アフロのセッティングはね、あの25分ぐらいかかります。え、そうなんですか。意外と短い。毎朝？毎朝です。25分カメラ乾かしてんですよ、僕毎朝。え、朝起きたらどうなってるんですか。寝るじゃないですか。どっかはへこむじゃないですか。だからそっかそっか、毎朝プロ入って2時間、もうどうでもいいわこんな話はもう早く終わろう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そして最後は今日勝ち頭、そうですね、西村さん、はい、僕が押した、はい、西村さんが本当だ。はい、おめでとうございます。今日は時飛ばす、いやいや、初トップからの2連勝だいました、ね、いやでもでもあんまり出してね、なんかでももうこれでマイナス20弱そうですね、ね、ポイント的には結構今日は楽しいお酒が飲めそうな内容じゃないですか。いろいろしましたね、いやご教授ください。いやいやいや、なんかあんましっくりこなかったですけどね。あ、そうですか。いや、トップを取ったけどなんかまだ消化不良、なんかわからんの連続みたいな、あってんのかみたいな。あの今日は前回の対局に比べたらそのしっかりしなんか集中というかふわふわしない感じで打てたっていうか。まあそうですね、まあそうです、もう知ってるメンツだったんで、緊張とかはなかったです。1回戦の友添さんが爆発した時は どんな心境でした。あれもう短期選択で2回ぐらい上がってたんですよね、チートとかね。あの時よくわかんないっすね。もうね、やられてるから、ね、どんだけ吹くのっていうぐらい一気に駆け上がってきた。しかもその目がちょっと競り合いで結構息苦しいような曲ばっかがね連続した後のだから大変だろうなと思いながら見てたんですけどね。いや、角谷さんの独占オールの戦犯については、いやあれあれトーンはいけないですかね。すいません、あのトーン、あーローピントン入ってから6週間ぐらいですよね。あのトーンは西村さんの場合は確か、そうですね、うん、あれ先般になる、先般になるんすね。先般ってか結果が先般なだけで分かんないですけど、西村、まあ、あれトーン切ってれば多分西村さん上がってたと思うんです。おそらく上がってたし、まあ、上がってた可能性高いし、まあ少なくともあそこはなかったでしょうけど、まあ、そういった意味ではちょっともったいない4戦目になっちゃったかもしれないですね。まあまあでもほらだいぶ戻ってきたんで、もういよいよ上も見えてきましたから、ちょっとまた次節以降も、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ最後エンディング、麻生さん。麻生さん、はい、麻生さん、あ、どうぞ麻生さん、ちょっとどうぞ。はいはい、どうでした、あの実況の代表代表その方は。これは麻生いる？大丈夫？次も麻生呼んでくれる？はい、じゃあ適当に締めましょう。麻生さんすごいなって思いました。はい、ということで本日の対局は以上で終了となります。この番組は京産京都グリーン法律事務所、そして株式会社法王でお送りいたしました。次回の対局なんですが、4月4日に1組の対局第3節となります。15時から放送いたします。対局者は、津田プロ、知能ツアー、飯沼プロ、サイコロプロとなっております。
そして実況は私がさせていただきます。そして解説には元近鉄バファローズの加藤哲朗さんにお越しいただく予定になっております。次回もご視聴よろしくお願いします。それでは皆さん、夜遅くまでお付き合いありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。あと3人で1000人だったのに。あ、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 あ